皆さんおはようございます。ケツです。里親さんからですね、お写真そして動画の方をいただきました。こちらです。ですね、今トライアルに行っているキセキちゃんとサンちゃんですね、キセキちゃんとサンちゃんのお写真が、今流れていると思うんですけれども、本当にこう悠々自適に暮らしているのがよくわかるかなと思います。そしてですね、里親さんですね、そのお家の中で そのやっぱり脱走対策ですとか、まあ、そういったところがね、もう多分お写真が、流れてるかな、もうこれからかな、ニコちゃんこれから、あ、多分今頃流れてると思うんですけども、もう本当に完璧なですね、対策を取っていただいて、その上で、こうサンちゃん、キセキさん、キーちゃんとですね、サンちゃんがのびのび暮らしている様子がね、出てるかと思います。そしてですね、もう今この動画も出てるかもしれないんですけれども、ハンモックに乗ってですね、こう日当たりがいい感じで、まあ、外の景色も見ながらこうのびのびとハンモックでね本当にすごくこう、なんていうかな、安心しきってね、もう本当に我が家のように暮らしている様子がね、よくわかるかと思います。そして、ね、少しちょっとこうぐっとこう、僕もねこの動画見るときちょっとこう胸が熱くなったんですけれども、あのキーちゃんがですね、あのこのチャンネルとかですね、あと K2 ファミリーの方とかチャンネルとかですね、そちらの方をテレビでですね、里親さんがこうご視聴いただいてると、でそこでまあ僕がこうやってこう喋ってたりするわけじゃないですか。でうちの様子だとか、うちの子だとか、まあ、スーちゃんとかね、猫ちゃんとか兄ちゃんとか、うちの様子がこう出てると思うんですけれども、それをですね、あのキーちゃんがテレビの目の前でね、じっとね、じっとというか、まあ、ずっとね、こうテレビの方を見ていただいて、見てくれている、で僕の声も聞いてるのかなっていうので、多分あ、懐かしいな、うちからトライアルに行ってもうしばらくずいぶん経ちますけれども、やっぱりこう思い出してくれてるのかなと思いつつですね、この動画を見た時にちょっと僕も、あ、そっか、キーちゃん、あの見てくれてるんだと思いながらですね、もしかするとこの動画も見てくれてるかもしれないですね。で、あれなんですよね。で、里親さんがですね、まあ、そういうキーちゃんを見ながら、あ、もしかしてキーちゃんはお返しした方がいいのかなといった、こうお言葉もね、こういただいたりなんかしてですね、きっとですね、キセキちゃんはとても感情がね、すごく豊かな猫ちゃんだと思うんですね。にゃんこなんですよ。で本当にとっても、ね、他のにゃんことかと比べてもね、ちょっと変わってるというか、いい意味で変わっていて、あのどんな子にでも対応できることでですね、おそらくやっぱりこう見つつ、多分僕の声を覚えていると思いますし、映像を見ながらですね、あ、ここ知ってるみたいな形でですね、こう懐かしがって見てるんじゃないのかなとは思います。もちろん、なんていうかな、もう僕たちもですね、やっぱりこうキセキちゃんとこう何ヶ月もね一緒に過ごしてましたので、もちろんそういう気持ちはね、同じくキーちゃんとね同じ気持ちではあるんですけど、ほほニコちゃんはい、もうあのそこはですね、里親様の愛情でこう包んでいただいてですね、楽しいトライアルを過ごしていただければなと思います。そして、次々にまたお写真とか動画とかですね、流れてると思うんですけれど、まあ、間もなくですね、トライアルの方も、まあ、時期に終了ということになりますので、またその後はですね、ちょうど成立するのか、または、残念ながらという形になるのか、ちょっとそこはですね、里親様のご家族と、そして、キセキちゃんとサンちゃんとの、そういう関係性、まあ、その生活しながら分かっていくものが、見えてきますので、まあ、それ次第だとは思いますが、おそらく今僕が聞いている限りではですね、とても明るいご家庭の中での、キセキちゃんとサンちゃんが、まあ、加わって、そしてとても賑やかになっているというふうには聞いております。なので、ここはですね、もうどうぞご視聴いただいている皆さんもですね、
温かく見守っていただければ嬉しいなと思います。そして、今ですね、もういちかちゃんが一番最初にですね、トライアルに行ってそのまま譲渡成立という形になったんですけれども、また、ここにですね、猫ちゃん今ちょっとお尻だけが見えてるけど、猫ちゃん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 もですね、猫ちゃんです、猫ちゃん、猫ちゃん、ピーンってしてる、あーすごい顔して猫ちゃん、猫ちゃんです、はい、ごめんごめん、猫ちゃんもですね、引き続き、ちょっと活動の方は、行っておりますので、また引き続きですね、こうお見合いなりトライアルなり、猫ちゃんもきっとあるんじゃないかなと思っています。そしてエミリーちゃん、ほらエミリーちゃんはちょっと見てくださいね、エミリーちゃんが、エミリーちゃん、エミリーちゃん上手になってるね、こちらがエミリーちゃんになります。ニコちゃん、ニコちゃんも乗る、あ、ごめん、はい、ニコちゃんも乗る、乗りたかった、はい、ニコちゃんも乗って、はい、ニコちゃんも乗った、上手だった、はい、ニコちゃんも乗りました。僕はよく座ってるやつですね、ここに乗るんですね、この子たちはね、ねえ、上手に、はい、そしてスーちゃんのところ行きましょうか、はい、プーちゃん到着しました、ニコちゃんです、はい、花ちゃん上手でした、はい、エミリーちゃん来た、はい、エミリーちゃん、はい、どうぞ、エミリーちゃん乗りますか、乗りませんか、乗りません、はい、そんな感じですね、またですね、きっとまたご連絡をいただけると思いますので、またその時は皆様にもですね、ご報告できればなと思います。ニコちゃんのね、兄弟のサンちゃんのお話をしてたんだよ、キーちゃんとサンちゃんの、くつろいますね、もう見てください、もうこんなに大きいベッドに一人でちょこんと一人でちょこんと寝ています。エミリーちゃんとのバトルをと思ったんですけれども、ちょうどこと切れて疲れちゃったんだね。ですね、くつろいでるのがよくわかります、まあ、うちに来ればね、もうみんなくつろいでますから、お犬様、お猫様ですから、まあ、どこの、ね、ご家庭もそうなんだと思いますけどね、お犬様、お猫様ですから、ね、さんちゃんとね、兄弟のさんちゃん、いちかちゃんはね、ちょうど成立しましたので、
ったね。絡まれてんだけどね、エミリーちゃん。あ、エミリーちゃんも寝るな、また。そして、トゥーちゃんの子、こちら。トゥーちゃんの子、こちら。トゥーちゃんも寝てんだよね。みんなで目線にしよう。トゥーちゃんの、ニコちゃんも見てます。エミリーちゃんも、風呂に入って寝ますそうなんです。今ね、静かな時間を過ごしてるんですよ、この子たちは。もう皆さんね、いつもこうニコちゃんがね、エミリちゃんに絡みまくってるところを最近よく見てたと思いますけれども、台風の大雨続きでね、かなり毎日ハッスルしてましたが、雨が止んでちょうどね、疲れが出てきたのか、台風疲れかな。台風疲れのニコちゃんです。台風疲れ多分ゴーとかね、 雨粒の音とか風の音とかでなんかテンションが上がっちゃったんでしょうね。疲れてます。やっと本当に雨が止んで よかったね。えニコちゃん、ニコちゃんまです。さあ、というご報告でした。では皆様ありがとうございました。